日本鹿児島県鹿児島市川田町川田町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国日置郡郡山号川田村、日置郡郡山村大技、川田、日置郡郡山町大技川田。郵便番号は891-1103。人口は383人、世帯数は194世帯。鹿児島市の北部、光月川。 支流川田川流域に位置する。町域の北方に、東又町、西方から南方にかけて、小山田町、東方に、皆吉町が接している。川田川流域や山間に収録を置く、農業地域である。町域の中央川田川が、南北に流れており、それに沿って、鹿児島県道211号、小山田川田加茂線が通っている。町域の北方、 東島田町との境に、鹿児島市立南方小学校が所在している。川田という地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国三重院のうちであった。川田村、川田名とも称していた。鎌倉時代の天覆元年、軌道妨害二名連署契約上に、三重院川田村と見え、この中で、三重院氏の大倉永平娘の息である、坂江村に、 川田村を付与されるように、最初吉助ら三井園氏を説得することが訳された。還元5年には、正式に、菩薩番から、栄村に、川田村など5村が付与された。県庁5年には、栄村から川田などの総領職が、着死の夕飯に、川田明大官職が三男の宮次郎に常用された。菱島系図によれば、宮次郎は、その後、 川田村を領して、川田氏を称した。戦国時代の文明17年には、川田村にあった、川田立政の川田城を、島津市豊か集家の島津忠康が攻撃した。川田立政は、川田城を守備して、島津忠康を退けた。川田市十一代当主の吉秀の子、川田義郎は、島津義久の軍師として知られ、子供時代は、 伊集院忠明の教育を受け、総州島津家の重臣として、市城や岩剣城、馬越城などを攻略した。川田義郎が、樽見里の地頭に移され、以降川田の地は、島津市の直轄領となり、川田氏による支配関係もなくなった。安土桃山時代になり、天正15年には、島津義久によって、川田城を、 豊臣秀吉の上市州へ明け渡すことが命じられた。江戸時代には、薩摩国日置郡郡山座とのうちであった。村高は、天保郷町では537国余り、三州五地西洋欄によれば499国余り、郡山郷土市によれば、明治初年は518国余り、急行丘領取調べ町では516国余りであった。 明治42年に二勝社を合わせて南方神社と改称された。明治5年に大工章区制が交付され、これに伴い郡山座との区域が第21大区となり川田村は第一章区となった。1877年の西南戦争終戦後には川田村に軽視文書が設置され、郡山号六村と小山田村、菱島村、川上村を管轄した。 1878年には、軍区町村編成法が施行され、日置軍の管轄下となり、川田にも、古町役場が設置された。1879年頃には、川田小学が設置され、1885年には、東又村にあった東又小学に統合された。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、 それまで郡山里を構成していた、厚地村、東又村、川田村、油き村、郡山村、西又村の6村を合併し、郡山村が自治体として発足した。これに伴い、それまでの川田村は、郡山村の大技、川田となった。1920年に、大技東又から港方神城小学校が、大技川田の現在地に移転した。 1956年には、郡山村が、調整施行し大技川田は、郡山町の大技となった。1987年7月16日に、川田で発生した、土石流によって二棟の住宅が押し流され、二名が、死亡した。2004年11月1日に、郡山町が、吉田町、松本町、木入町、桜島町と共に、 鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって、郡山町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、 合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である、町の区域の設定及び、地の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技川田は廃止され、大技川田の全域をもって新たに、鹿児島市の町、川田町が設置された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。